ビクター・ブオノはアメリカ合衆国の俳優、声優である。1938年、カリフォルニア州サンディエゴに生まれる。祖母がボードビリアンだったため、幼い頃からパフォーマンスの世界が間近にあった。高校時代に演劇部へ入り、様々な演目へ出演。18歳でプロの劇団へ入った後に、ラジオやテレビなどでキャリアをスタート。その後、 舞台に立っているところをハリウッドから来ていたスカウトマンに見出され、活動の場をロサンゼルスへ移した。1959年にテレビドラマシリーズのブロンコで俳優デビュー。それ以来はテレビを中心にキャリアを重ね、1962年にベティ・デイビスとジョーン・クローフォードが共演したサイコスリラー映画、何がジェーンに起こったかで初の大役を得た。 同作は、デイビスとクロフォードが姉妹を演じ、映画スターのクロフォードを演じる姉に嫉妬したデイビス、演じる妹が、次第に陰湿な暴君に変貌していく、監禁劇だが、ブオノは、デイビスから、歌のレッスンを頼まれる、売れないピアニストを演じている。同作での演技が評価され、ブオノは1963年のゴールデングローブ賞とアカデミー助演団優賞に、ノミネートされた。 なお、1964年には、ベティ・デイビスとジョーン・クロー・フォードが共演する予定だった、震えて眠れにも出演している。その後も、順調にキャリアを重ね、俗、猿の惑星などへも出演している。1982年1月1日、カリフォルニア州のアップルバレーにて、心臓発作のため死去。43歳だった。ありがとうございます。